皆さんこんにちは、ディリゲントの下村です。今日はですね、セラートサンプル番外編ということで、今なんとですね、1万ドルもらえるかもしれないということで、これはぜひね、皆さんに、やっていただきたいなと思いまして、今回ちょっと番外編ということで、動画を撮らせていただいております。なんとですね、どうも今皆さんこちらの画面見ていただきますと、これセラート .com のセラートサンプルの、まあ、製品紹介ページなんですが、いつもだとこのスタート、あ、フリートライアルっていう、こう真ん中のボタンの下何もないはずなんですが、 Win USD US ドルですね、1万 in the、セラートサンプルチャレンジなんてものが書いてありますということで、これちょっとクリックしてみるとですね、メイクアビート、フィルムイット、シェアイット、アンドビーイントゥーウィン、100万ドル。ということで、今ですね、セラートサンプル、なんと、本家セラート社でですね、キャンペーンをやっておりまして、どうも1万ドル、優勝するともらえるらしいんですね。というわけで、そのキャンペーンページがこちらでございます。はい。で、何をするかというと、これこう下にスクロールしていきましょう。ザ・セラートサンプルチャレンジということで、英語がずらーっと書いてあると思うんですけども、セラートサンプルのみで作ったビート、それを動画にしてアップロードして、シェアすると。で、シェアをすると、その中からコンテストが始まって、で、優勝者には1万ドル、約100万円ぐらい、もらえてしまうというようなキャンペーンでございます。じゃあどんどん下に行ってみましょう。はい、vote for your favorite ということで、ですね、ハッシュタグですね、ここ、セラートサンプルチャレンジというハッシュタグ、そしてあとアットですね、でセラートサンプル、この2つを、タグ付けをしてくださいというふうに書いてあります。で、ちょっと戻りまして、進みまして、はい、というわけで、ですね、こちらが、下の方にスクロールしていくと How to enter ということで、エントリー方法が書いてあります。まず一つ目、メイクアビート、ビートを作ってくださいと、セラートサンプルで、作ってくださいというふうに書いてありますね。はい。で、続いてフィルムイット、動画を作ってください。これは動画はもう何でもいいんでしょうかね。あ、60秒って書いてますね。60秒間の、動画を作ると。で、それをシェアする。で、シェアする場所、ここに書いてあります。アップロード Your Entry to Facebook, Twitter, Instagram で、どれも、タグをつけるとが、このハッシュタグですね、セラートサンプルチャレンジ、そして、もう一つがあとのセラートサンプルで、これを、ちゃんとついてるかを確認して、投稿すると。で、その後、Facebook サブミッションということで、こちらですね、 Facebook ページにアクセスするんですが、はい、このセラートサンプルを登録する、セラートサンプルの、こちらですね、セラートサンプルの Facebook ページを、登録するというような流れになっております。はい。で、詳細な、勝ち方、まあ、How to win ということで、どういうふうに、コンテストを入賞するのかということで、まあ、いろいろと書いてあるんですけれども、どうやらですね、より多くの人に見ていただいたもの勝ちみたいなところがあるので、ぜひですね、投稿して、皆さんに、お友達さんとかに、シェアしていただいて、勝利を勝ち取っていただけたらなと思います。はい。で、スペシャルゲストジャッジということで、はい、こんな方々がジャッジをしてくれるそうです。はい。で、続いてセラートサンプルとはということで、いつも言ってますが、セラートサンプルの詳細が書いてあったりと、まあ、こんな感じのキャンペーンを行っていますっていう感じですね。はい。ぜひですね、こう1分間の動画ですね、まとめますね。まずは、ビートを作る、セラートサンプルでビートを作ります。で、ビートを作った後に、それの動画を作ります。これが60秒間ですね。で、その後にその動画を、Facebook、Twitter、Instagram のこの3つに、貼っつけて、ハッシュタグをつけて、@をつけて投稿する。これでエントリー完了。
あとは Facebook の、ページを登録する。これでどうやら投稿完了みたいなので、ぜひチェックしてみてください。で、こちらのキャンペーンページなんですけども、動画の概要欄のところに貼っておきますので、ぜひね、僕が、ね、連載しておりますセラトサンプルの使い方を、見ていただいて、まあ、使い方こうちょっとなんとなくこんな感じなのかなって学んでいただいた後に、ぜひね、ちょっとすごいビート作って、日本の方やばいですみたいな感じに、皆さんにシェアしていただけたらなと思っております。はい、ではですね、日本チームも頑張っていきましょう。ではまた次回お会いしましょう。